はい、おはようございます。あらちです。今日も一日、ののにビッタ外して、ワクワクだらけの日に行きましょう、ね。いやー、月曜日でしょ、今。ね。でもね、実は今日曜日なんですよ。まあ前、前の日。日曜の午後っすよ。日曜の午後の12時38分ですよ。自宅っすよ。 このいつも不細工な感じのすいませんね後ろの扉が開いてるなとかなんか書かれたんですけどいい扉なんか開いてたっていいんだよ関係ねえんだよ <laughs> いやー日曜の昼間だったのにさしかも俺が久々に仕事もなんか家にいるってのに誰もいないんだよ家族 <laughs> どうなってんだこれおいなんで俺だけなんだよん長女塾長男ラグビー次男 神南なんか変など、どっか、お教室。的な。さん買い物。な、なんで俺一人でいるんだ、家によ。まあ、いええや、別に。そんなもんだよな、人生なんてな。うん。いや、別に破綻してるわけじゃないよ、全然。もう仲のいい家族ですよ。たまたまですよ。たまたまですよ。なんか寂しいけど、まあいいっすよ。仕事しちゃいますよ。名言とか取っちゃいますよ、一個ぐらい。ね。 今日名言どうしようかあの、いつものバ,ララバンの本がないから、今日さ、ネットでさ、名言のことか叩いてみようよ。何が出てくるか。名言。おネバーまとめ名言言ってみる。これさ、取れてるよねさっきさ、アドバイスをこう、メ,メールでか、この動画で撮って、ずっととあるアドバイスくれっていう方に、ずっとアドバイスを30分ぐらいとうとうと語ってみたら、途中でロゴが切れてんだよ。 iMovie ーー途中で切れてんで、その後も何回かやったんだけど、途中で切れるんだよ、喋ってる間に。これ解決策知ってる人は教えて。なんで切れるの ?iMovie ーー途中で。人が喋ってんのに。これ取れてるよね大丈夫だね。気づいたら途中で切れてんで何の調子で切れちゃうんだろうな。まあ、そんなことでいいや。ごめんなさい。名言行くようネバー名言。切られてみました。どれできますか人生にやる気が出ない時に知っておきたい名言でい言きますか お出てきましたねこれどうしようかドルでいくからブラ,ラ,ラッていってらラてこの辺のどの辺の真ん中辺でこの辺でいってみようかなんだかわかんないけどいってみるよこれ「人生を喜びなさい」なぜなら人生は愛し働き遊び星を見つめるチャンスを与えてくれたのだからうわ意味わかんねえどういうこと星を見つめるチャンスってどういうこと 何の名言なんだろう出展人生がもっと楽しくなる名言格言悠々寛大ウェブブログあ俺なんか今余分なこと言っちゃった大丈夫別に大丈夫だねなんか定職してないよね <laughs> でもせっかく何かのご縁でこの名言を引いたんだから考えてみる人生を喜びなさいなぜなら人生は愛し働き遊び補を見積もり買うとこうか人生を喜びなさいまあいいよねあの何があってもハッピーラッキー ね。っていうことだよね。愛し、働き、遊び。ことのままでいいよね。人生喜んでいこうじゃねえか。何があったってラッキーじゃねえか。ラッキーだと思えばラッキーなんだよ。くそーって思ったらどんどんへこんでくんだよ。人生なんて。思ったもん勝ちだみたいなことですよね。いつも言ってることですよね。合ってますよね。で、人生はまあ愛し、働いて遊んでいいね。働きと遊びとね。 昨日もさ、また娘がさ、いや、なんか、毎日楽しそうに遊んでるみたいなのってパパぐらいだよとか言ったんだけど、これ最高の本言葉だよね。うん、毎日楽しく遊んでるわけなんだよ。なんかみんな一緒に大変、仕事とか大変そうなこと言ってるや、みたいな。仕事なんか大変じゃねえ楽しそうはねえよ。ねえ、と思っていこうね。ね、と星を見つめるチャンス、これよくわかんねえな。なんか出展がなんか星に関するものなんですかね。星を見つめるとどういう意味なんだろうね。 天命みたいなこと運勢みたいなこと運勢あんまり関係ねえよな。まあいいや。なんか、ハッピーでいこうよ、いつも。もうラッキー、ハッピーでいこうよ、もう。家族がいな,くい,ないの、ラッキー、ハッピー。久々の日曜日くるできるわ。な <laughs> んだよ、それうはうあんねえな。<laughs> まあ、あの、夕方にはみんな帰ってくると思うので、ね、<laughs> ご飯一緒に食べいきますけれどもね。<laughs> はい。まあいいか。で、これがまさか、途中で止まってないよね。 まあ,あ、取れてるよかった。まあ、いいや、もう今日こんな感じ、ごめん、ぐだぐだしててごめんなさい。また明日から、いい名言やっていきましょう。よろしくお願いします。今日も頑張っていきましょう。たちでした。